分厚い気がする。ただマック、めちゃたまる。サイゼリア、キャッシュレス、頼む。あまりに興奮したので、ちょっとこの感想を伝えたくって。他の国の神をなかなかギリギリなとこ攻めるな。唐突。あ、唐突にか。うん。何買った？なんか今分厚いチーズっていうキャンペーンらしくて、分厚いラブチ、分厚い気がする。Dカードゴールドを使うとドコモの通信費の 10% が D ポイントでつく。で、Dカードゴールドって年会費がかかるんですけど、10%、通信費の 10% 分のポイントがつくので、実質会費分ぐらい、会費分以上ポイントが返ってくる。そうすると年会費無料でゴールドカードが持てるみたいな感じになりますね。日中っていつまでなのかな。日が出てる間。あ、出とる日出とる。これ取れよったら、さっきすれ違った人が何取っとんだろうってチラって見よう。まあそりゃそうよな。テレビ局の技術っぽいだろうな、風貌が。あの人誰ってなるよ。そうね、そうね、そうなるよね。恥ずかしいよな。テレビ局のディレクターっぽいだろ、この学校。そうじゃな。よくこういう人来とったの、家に。おりそうだな。小銭財布忘れてきた。サイゼリアに行くことになったのに。でももうあんまりなかったから、普通の財布はあるから。サイゼリア、キャッシュレス、頼むな。我が家のキャッシュレスできないお店第一、サイゼリア。なんか実験店舗があるんだっけ、キャッシュレスやの。 あるらしいね。どこだろう、調べて行ってみた。はい、が届いた。置き配で届いたものを早速開けてみます、ね、はい、ロードのワイヤレスGOという、ワイヤレスのマイクですね。先日ゆかさんが動画で YouTube を始めるときに知っておきたい12のポイントで紹介されてたマイクです。で、音声がすごく大事だというアドバイスを受けて、で確かに昨日ちょっと1本動画を作ったんですけれども、出来上がったものを見ていてちょっと音が聞き取りにくいんじゃないかなということが気になっていました。なので、おすすめのワイヤレスマイクを使ってどんな風な音声が取れるかっていうのを試してみたいなっていうふうに思います。こんな感じで、あれ、どっちがどっちかな。あ、でもこれマイクの絵が描いてあるから多分こっちがマイクですね。で、こっちをカメラにカチャッとつけて喋ったのがをこっち側で拾ってくれるっていうような形で使うんだと思います。で、あとは風の音よけ、ちょっと憧れのふわふわの、これなんていう固有名詞なんて言うんだろう、風防、風防。これなんか動画を何度か見た感じだと、これをここに挿して、でカメラに挿して受信するっていうセットかなと思います。あ、すごいコンパクト。確かに動画でもこうコンパクトに収まりますっていうのを見たように思いますけど、マイクと受信機とこうやって入れて、
でこれくらいのサイズで持ち歩けるということみたいですね。これは確かに小さい。楽しみです。音がどんな感じになるか、なるのかをちょっと実験してみたいなと思います。あらあらあら。はい、早速つけてみました。多分さっきと同じぐらいの音量で喋ってるつもりなんですけれども、聞こえ方違いが出たでしょうか。ここに四角い機械を内側に入れてクリップでつけてます。ちょっとこの音声どんな感じか聞いてみて、また週末これで撮影するのを楽しみにしたいと思います。週末に、また来週末に試してみますっていうふうにさっき言ったんですけど、待ちきれなくてテレビに映してテストをしたんですが、めちゃくちゃ音がクリアに聞こえるようになってると思います。最初の開封した時は普通にカメラの音声、カメラのマイクで拾ったんですけど、ちょっとこうボワッと広がるような反響したような音になってたと思うんですけれども、このマイクつけた途端クリアな音になってて、あまりに興奮したのでちょっとこの感想を伝えたくって、感想を伝える動画を撮ってみました。ちゃんとした動画で使っていくのますます楽しみになりました。